はいどうも皆さんこんにちは、つらにです。皆さん、マクドナルド食べたことあります？まあね、こう有名なんでね、誰しもね一度は食べたことあると思うんですけど、このマクドナルドのハンバーガー、これもう王道スタンダードのハンバーガーなんですけど、このマックのハンバーガーの特徴といたしまして、その中の一つにピクルスというものがあるんですよ。食べ進めていくと中になんかピクルスが1、2個乗ってるやつがあるんですけど、僕それね大っ嫌いなんですよ。なんかあの食感といいね、なんかすごい苦手なんですよ。なんでね、僕ね毎回ピクルス抜きで頼むんですけど、パクパクって食べてる時にね思いついてしまったんですよ。仮にこのハンバーガーの中身がピクルスだけだったらどうなるの？というわけで今回はハンバーガーの中身ピクルスだけドッキリ。通常ハンバーガーは、まあ、こうやって見ても分かる通りね、パン、ピクルス、肉、パンみたいな、パン、パン、サラダ、パンを解剖して中身を抜いて全部ピクルスにしたいと思います。で、今からですね、メンバーのポークマンが来るんでポークマンに仕掛けるんですけど、ポークマンも確かねピクルス嫌いだったんで、ちょうどいいなと思いましてやっていきたいと思います。で、やっぱりこう人って食べるときこうやって見るんでわかるんですよ。もう急いで食べさせたいってことで、早食い対決みたいな言って、迷う暇なく食べる選択肢を与えて仕掛けていきたいと思います。ということで、まずはピクルスだけハンバーガー作っていきたいと思います。レッツゴー。はい、というわけで早速やっていくんですけど、まずはですね、綺麗にね、解剖しなきゃいけないんですよ。なんで、あ、下は綺麗に取れた。頑張れ。お、来た。ここにピクルスをね、大量に入れたいと思います。でね、ピクルスっていうね、商品があるかと思って探してたんですけど、なんかどうやらね、なんかピクルスは漬物みたいな、なんかよくわかんない。キュウリ。よくわかんないんで、これ買ってきました。なんでこれを薄く切って、いっぱい乗せていきたいと思います。どうですか？結構、ハンバーガーだ。よし、これで紛れもないハンバーガーになりました。では早速ターゲットに食べさせたいと思います。おいーす、ポークマンです。いや、ポークマンさんといえば何ですか？僕自身だとやっぱり大食いとか。大食い、はいはい。あとやっぱ早食い。早食い。本日はいギネスに挑戦。ハンバーガー3個早食いのギネスです。ハンバーガー3個早食い？はい。なんとですね、3個で45秒。45秒？無理じゃん、もう。おい、無理とか言うな。おいおいおい。じゃあでも冷静にやれちゃう。はいはいはい。無理じゃん。でも、冷静に考えたら、1個15秒で食えばいけるんですよ。さあ、単純な理論だとね。だから、とりあえず今、1個15秒だっていけるんじゃない？おぉ。温める？温め、あ、ちょっと待って。これピクルス入ってる？公式ルールなんで。本気で言ってた。ピクルス無理だったっけ？ピクルス無理って言ったじゃん。じゃあちょっと俺からやっていきます。はい、じゃあ鶴人の挑戦、レディーゴー。で、3分8秒17秒。一回ポマンやってみる。ポマンって言うなよ。いけます？はい、よいスタート。てんてんてけてけてんてんてけてけてて、はぁ早い。すごい早いです。うわ、早っ、早っ、早っ、やばい、これあるんじゃない？すごい音鳴ってる。すごい音鳴ってる。これあるんじゃない？あ、もうちょっと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 。もうちょっと、はいはい、39秒31。俺の中でも15秒切ってない。本当に15秒切ってない。押すの遅かったでしょ。いや、押すの遅く関係ないよ。本当に押すの遅くて、公式ルールはその3個をと45秒じゃん。うん、3個でやってみるじゃん。いや、いけるか。まあでもやってみよう。一回やってみますか。やってみよう。ピクルスだけ抜きたいね、ちょっと。いや、ダメだね。公式ルールはでもピクルス入ってる。あー、まあそのピクルス分成功したって思われてもいいんだったらいいけど、それはよくない。いきますよ。はいはい、よーいスタート。さあさあさあ、早っ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 。これマジで無理すんなよ。痛い、これ。あ、待って、一個一個。そうそうそう、一個一個。あー、いや、食べなくなった。食べたくなった。すげえ早い。頑張れ頑張れ、マジで。いけいけ、食らいつけ、いけ。いけいけ、食らいつけ、いけ。
はい。うん、あどうしたどうしたの、何があった、何があったの、まずまずまずくないこれ。お前ほんとにマジやばいってこれ。今回のドッキリハンバーガーピクルスだけドッキリデンデレードッキリ大成功。あかんってさすがにピクルスとキュウリだよね。うん、嫌いなの嫌い、ほんとにその2つすまん。いや肉なしピクルスです。はい、これピクルス、あ、全部ピクルス。ということで、今回のドッキリが面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントもぜひよろしくお願いします。はい、というわけでまた次回ポークマンピクルス風呂でお会いしましょう。するばい。やりません。